こんにちは、島直香です。ほら、花瓶が綺麗でしょ。これ生けてみようと思うのでね。ほら、これ坂田陣内さんっていう陶芸家の方の作った花器ですね。どっしりした重量感のフォルム、いいでしょ、多分ね、正規で買うとすごく高いんだと思うんだけど、メルカリで買っちゃいました。今日この牡蠣初めて使います。どう、ほら、こうかな、どっちがいいかな、これでいこうか。もう今日ガチッと決まるね。この口元がこう、なんていうの、ちょうどこう細くなってるね、こっちだからバチッと止まります。さあ、そしてこれに合わせるのがスルメモドキですね。この曲線生かしたいんで、ちょっとさっきここパキッと折りました。よ、よいしょ。こういう感じね。そして、これ行きましょうか。これね。よいしょ。ね、スルメモドキも向きたい方向を向かしてあげなくちゃね、無理すると良くないですよ。シュッて引っ掛けるぐらいはいいけどね。はい、どうでしょう。フレームにうまく入ってないかもしれないから、ちょっと寄せますね。こんな感じ。さあ、そしてこれどうしようかな。前かな、前行きましょうか。よいしょ。うわ、あ、これちょっと良くないね。こっちかな。よいしょ、こっちからこの辺にこう表情が出る感じで、よいしょ、どうでしょう。ここにこうスルメモドキのこうクチクチクチっとした線がね、集まる感じで、してこれ、キューンとこの曲がった線がいいでしょね。はーい、ここにさ、風船トワタは入れない、入れない、入れない、入れない。風船トワタ入れません。入れたいなぁとはちょっと思ったけど、今日はちょっと合わないと思う。その場合は私も分かってます。さあ、ここにだ。どうだろう。これね、我が家の庭にあったマム、切ってきたの。ちょっと入れたいなと思って。ちょっと弱いかな。したら、もう使い回したんだけど、白いユリあるの。よいしょ。これもね、何日か前か動画作った時、先端パーンと切ったら、水につけといたら咲いてくれたんで、これも使っちゃおうか。よいしょ、よいしょ、ね、ここぐらいかな、こんな感じかな。ちょっと前見れないから辛いよね。よし。で、ここにさっきのマムちょっと入れちゃおうか。ね。庭でこんな可愛いマムが咲くのいいでしょ。ちょっと入れる。柔らかい感じのこのピンク色いいよね。どうしようかな、ここら辺が空いてるから、よっ、シュッ、
1本ぐらい高校に入れてみたいな。ね。ちょっとね、白い百合だけで、ちょっと寂しいかなと思ったんで、やっぱりこういうの入れます。ちょっと出てきてもよかったね。で、ここ。ギュッとしたか。さあ。もう一本入れちゃおうかな、この辺。どうしよう、迷う。あの、何本でも庭にあるから足りないなと思ったらすぐ切りに行けばいいんですけどね。よし、ここ入れちゃおう、はい。ちょっとね、ユリの花の顔が大きい、大きいっていうか輪数がね、多いところがあるんで、それは後で切りたいと思います。はい、坂田陣内さんっていう方の器に行けるね、花輪とつるめもどき、そしてゆりきく、和な感じで行けてみました。完成してみてね、じーっと見てたらね、このピンクの菊マム、なんか弱い、合ってない、もっとがっつり強いものって思って、はい、白い椿とチェンジしました。どうでしょうね。足元は白いお花だけでバチッと決めましたね。はい、つるめもどき、ちょっとドライになりかけてるけど気にしない。はい、大きなゆったりとした線、その線を、はい、左側の方にこうくるくるくるっと重ねてまとめてます。そしてメインに来るのはこの花輪、3つも実がついてるじゃない、いつ落ちるかヒヤヒヤしたけど全然落ちない、ありがたいですね、綺麗ですね、しっかりしてます。ということで、はい、これで完成です。いやー、焦ったわ本当に。うん、まあこういうこともありますよね。さてさてね、この坂田陣内さんっていう人のね、あの作風、なかなかどっしりとした男性的なすごいフォルムです。あのホームページなんか皆さん見てみてください。値段見てヒヤーってなりますけれど、メルカリでは超お安かったです。でね、池口がね割とちっちゃいんで、こうグラグラしないね、あのそういう点でも生けやすい器でした。さあどうでしょうか、いろんな角度から撮ってますよ。うん、この白玉椿良かったかなって思ってます。一応和でいける、和物なんちゃって言ってるから、やっぱり椿だとね、和を意識させられる花材でしょ。うまく、うん、持っていったかなと思っております。さあどうでしょうかね。え、うん、あの本当なんといってもこのね、うん、花輪の実が落ちなかったのが一番嬉しい。うん、生けてる最中に落ちたら泣くしかないしね。はい、これ坂田陣内さんの花器すごいでしょう。ね、ホームページ見て値段見てびっくりしないでくださいね。私超お安く買っておりますからね。はい、メルカリ万歳でした。なんちゃって。はい、今日も皆さんよろしかったら YouTube 登録およびコメントよろしくお願いします。ありがとうございました。